今日はカニクリームコロッケを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はカニクリームコロッケを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、お店で食べるようなトロトロでサクサクのカニクリームコロッケを作っていきます。揚げる時のポイントなどいろいろあるので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは最初にカニクリームコロッケの中身の材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、カニ缶、玉ねぎ、薄力粉、有塩バター、顆粒コンソメ、塩、胡椒、こちらの材料で中身を作っていきます。今回使用するねカニ缶なんですけれども、こちら汁ごと使います。そうすることでカニの旨味がアップして、とても美味しいカニクリームコロッケに仕上がります。そして衣の材料をご紹介します。材料はこちらです。パン粉、薄力粉、卵、お水、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。今回はですね、とんかつとかフライとかね、そういったものを作る時に作るバッター液というものを作っていきます。それが薄力粉、卵、お水でできるものになります。このバッター液を使っていただくと、パン粉がしっかりついて、かつサクサクに仕上がります。ぜひこの方法でやってみてください。それでは早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まずはじめに玉ねぎをみじん切りにします。まあやり方はね、お好みのやりやすい方法で OK です。みじん切りにしてください。はい、私はね、まずこうやって繊維に沿って切れ込みを入れます。で、あとはくるっと回転させます。で、また切れ込みを入れます。そしたら細かめに切っていきます。で、ここまで来たらパタッと倒して、で、また切れ込みを入れます。で、最終的に芯だけ取り除きます。これをさらに細かくみじん切りにします。そうすることで玉ねぎがね、馴染みやすくなります。はい、玉ねぎはこれで OK です。このぐらいですね、細かめにみじん切りしてください。そしたらね、続いてこちらのカニ缶なんですけれども、今ねカニ缶の汁も一緒に入ってます。ざっとで大丈夫なので、汁とカニ身で分けておいてください。スプーンを使ってね、ギューッと身をね絞って、まあ軽くで大丈夫です。このぐらいで OK なので、で、これで入れます。はい、このぐらいで大丈夫です。このように身とカニ汁で分けておいてください。それではフライパンで作っていきます。このカニクリームコロッケもね、いろんな作り方があって、最初にベシャメルソース、まあホワイトソースですね、それを作ってから別のフライパンで玉ねぎなどを炒めて後で合わせるっていう方法があったりするんですけれども、それだとねフライパン2個使ったりとかするので、今回はフライパン1個でね作れる方法でやっていきたいと思います。かつですね、この方法で作っていただくと薄力粉がダマになりにくくなります。それでは作っていきます。で、まずねフライパンにバターを入れます。はい、そして火にかけます。火加減は中火です。で、まずバターをね半分ぐらい溶かしましょう。このぐらい溶けたら、ここにみじん切りにした玉ねぎを入れます。そして手早く炒めましょう。はい、大体1分ぐらい炒めてください。玉ねぎがね半透明ぐらいになれば OK です。で、そしたらですね、ここにまずカニ身を加えます。はい、そして炒めます。こうやって先にねカニ身も炒めることで、旨味がギュッと凝縮されてとても美味しくなります。で、ここでね一緒にカニ汁も入れちゃうと、シャバシャバっとした感じになってしまって、この後ね薄力粉を加えるんですけれども、そのシャバシャバの状態で薄力粉を加えてしまうとダマになりやすくなってしまいますので、なのでカニ汁は後でね牛乳と同じタイミングで加えていきます。で、ちょっとねポッテリするまでね炒めていきます。このぐらいですね、ポテッとする感じ、このぐらいまでね炒めていただければ OK です。で、一旦火を止めます。そしたら1箇所にまとめて薄力粉をね入れます。このままパッと入れちゃって OK です。で、そしたらね火をつけない状態でさっと混ぜます。火をつけてないので焦らずね行ってください。こうやってね具材に薄力粉をねなじませることによって、牛乳を加えた時にダマができにくくなります。こんな感じでね、ざっと混ざったら火にかけます。だいたいね30秒ぐらいですね。このまま薄力粉にもね火入れしていきます。30秒ほど炒めたら、ここに牛乳を入れていきます。で、牛乳もねいっぺんに入れるとダマになりやすいので、少しずつ加えていきます。
まずこのぐらいですね。で入れて混ぜます。一番最初はねちょっと混ざりにくいので、火加減はね弱火でやっていただいて大丈夫です。ちょっとずつねなじませていきましょう。で大体汁気がなくなったらまた加えます。そしてまたなじませます。で弱火でやってるのでね、焦らずね少しずつ混ぜていきましょう。はい、ちょっとねゴムベラの方がやりやすいのでゴムベラに持ち替えます。ゴムベラだとこうしなるので、周りもねきちんとねこそぎ取ることができます。なのでゴムベラお持ちの方はねぜひゴムベラを使ってみてください。で最後牛乳を加えます。そしたらね先ほど分けておいたカニ汁も入れます。こちら一度に入れちゃって OK です。そして最後によく混ぜましょう。でカニ汁を入れたら中火ぐらいにしてください。あともうちょっとだけねぽってりするまで火入れしていきます。ちょっと固めのねホワイトソースを作るイメージです。でそしたらですねコンソメとあとは塩コショウで、これで混ぜて味を整えます。でこのぐらいねぽってりとすれば OK です。でそしたら火を止めます。このぐらいです。ポテポテポテーっとした感じですね。このぐらいの硬さになります。そしたらバットを用意してください。でこのバットの中に移し替えます。全体に広げましょう。はい、このように広げてください。でここからね冷ます作業に入ります。冷ます時はラップをね表面にぴったりくっつけて乾燥させないようにして冷ますようにしてください。はい、こんな感じです。それではですね粗熱を取って、その後ね冷蔵庫で1時間ほど冷やします。冷蔵庫で1時間冷やし終わりました。それではねラップを外します。1時間冷やしていただくと固くなって形作りやすくなってます。そしたらねこれを8等分にしていきます。まず真ん中を分けて、でまた真ん中を分けます。でまた分けます。このように8等分にしてください。それでは形作っていきます。まずね薄く手にサラダ油を塗ってください。そうするとね手にくっつかなくなります。一かけら取っていただいて俵型に丸めていきます。こんな感じです。このように俵型に丸めてください。残りも同じように丸めていきます。はい、こんな感じで丸め終わりました。それではね衣のバター液を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れましょう。そしたらここにお水、そして薄力粉を入れます。これをよく混ぜましょう。はい、よく混ざれば OK です。これでバッター液の完成です。こんな感じでねとろみのある液になってます。それでは今から衣をつけていきます。中身を取っていただいて、これをバッター液につけます。で優しくね転がしてください。でしっかりとねバッター液を切って、そしてパン粉の上にのせます。パン粉をまぶしましょう。でちょっとね形を整えながらまぶします。はい、こんな感じです。バッター液をね使っていただくと、このようにね綺麗に衣をつけることができます。それでは残りも同じように衣をつけていきます。はい、衣をまぶし終わりました。こんな感じでね衣をまぶしてください。でバッター液がね少し余った時はお野菜などもね一緒に揚げていただくといいかなと思います。それではね油で揚げていきます。で油で揚げる時の注意点なんですけれども、たまにね破裂することがあります。その原因はコロッケの種の水分量が多かったりとか、あとはね一度にたくさん揚げてしまうと、その分ね油の温度が一気に下がってしまいます。そうすると揚げる時間も長くなってしまって破裂しやすくなってしまいます。なので少量ずつ高めの油の温度で揚げるのがポイントです。ではここに底から2センチぐらいの油を注ぎ入れます。それでは火にかけます。今回は180度の温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、適温になりました。で目安としては、菜箸を入れた時にすぐ菜箸の先端からプクプクプクっとね気泡が出てくれば OK です。でそしたらですね軽く手で形を整え直して、で火傷しないように入れていきます。で先ほども言ったんですけれども、一度にね揚げすぎると油の温度が下がってしまいますので、2個から多くても3個ずつ揚げるようにしてください。で今回私はね2個ずつ揚げていきます。入れたらですねあんまり箸で触らないように揚げていきます。中身はねもう加熱しているので、表面がねカラッと揚がれば OK です。
い、OK です。このようにカラッと揚がったら取り出します。今ね、だいたい2分ぐらい揚げました。はい、こっちもこんな感じで揚がりました。3分ぐらい揚げると中身がね飛び出てきてしまいますので、2分ぐらいで揚げ終わるぐらいの油の温度で揚げてください。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。このようにサクサクで中はトロトロに仕上がってます。それではこのまま3分ほど油を切ります。はい、これでカニクリームコロッケの完成です。こんな感じに仕上がりました。中身はこんな感じでトロトロで美味しそうに仕上がってます。そして衣もサクサクです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。すごく美味しいです。旨味が凝縮されててすごく美味しいです。味がしっかりしてるのでこのまま美味しく召し上がっていただけます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のカニクリームコロッケのポイントです。まずですね、中身の種を作る時のポイントです。今回はですね、フライパン一つで作れる方法をご紹介しました。で、このやり方でやっていただくと薄力粉がダマになりにくくなって簡単に滑らかな仕上がりにすることができます。そしてですね、炒める時のポイントです。炒める時はまずはじめにバターと玉ねぎを炒めてください。玉ねぎがしんなりしたらカニの身の部分を炒めてください。そうすることでカニの旨味がギュッと凝縮されます。で、さらにですね、このカニクリームコロッケとか、まあ、コロッケ類は結構そうなんですけれども、中身の部分の水分量が多いと揚げてる時に破裂しやすくなります。なので全体がポテッとするぐらいまで水分を飛ばしながら炒めるようにしてください。その後ですね、薄力粉を入れるんですけれども、薄力粉を入れる時は火を止めて混ぜていただいて OK です。そして牛乳を混ぜる時なんですけれども、牛乳をね一度に入れてしまうとダマダマになってしまいますので、少しずつ加えて生地を伸ばしていただけたらと思います。そして全部ね牛乳が入れ終わったら、取っておいたカニ缶の汁も一緒に加えて混ぜてください。カニ缶の種類によってしょっぱさが変わってくると思いますので、塩とコンソメを入れる前に一度味見をして、それからこの2つで味の調整をしていただくといいかなと思います。そして全部混ぜた後はちょっと固めのねホワイトソースぐらいになるぐらいまでしっかりと水分を飛ばしながら炒めてください。そして揚げる時の注意点なんですけれども、中身の水分量が多かったりとか、あとは長時間揚げると破裂しやすくなります。なのでできるだけね高めの油の温度でさっと揚げるようにしてください。揚げる時もですね、いっぺんに入れてしまうと油の温度が下がってしまいますので、だいたい 2,3 個ずつ揚げるようにしてください。揚げる環境によっても破裂してしまったりとか油跳ねしてしまうことがあると思います。なので揚げ物をするときは火傷しないように十分に気をつけて揚げるようにしてください。材料は手軽でお店のようなとても美味しいカニクリームコロッケです。ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はカニクリームコロッケを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。